バスが赤バスなんですけど、反対側に移動してこれから青バスに乗り換えたいと思います。信用している美容室です。同じく日韓夫婦さんがやってる美容室なので、日本語対応もしてくださったり、こう日本で流行ってるカットだったりカラーだったりも把握してくれているので、すごく希望を言いやすい美容室になってます。美容室自体めちゃくちゃ久しぶりに行くのですごく楽しみです。待って完全に迷った。どこだ、なんか久々に来たのでちょっと道も忘れちゃいましたね。どこだろう、ラウレヘアです。到着しました。
いつも行くところを急に撮るみたいな。いつも通りだからすごい嫌なのが、例えばまあ海に行くで海のこの様子を撮ってるじゃないですか。でやっぱその間にお兄ちゃんがやらかすんですよ、マジで。でも本当に腹立つこと言ってくるし、もういつも通りですよね。だから私がめっちゃ怒るじゃないですか、日常で。で怒って、でもそれとか動画にできないから、まあ動画にはもちろん回してないんですけど、その後なんですよ、後に。そんななんかこう怒った後にすぐ気分って、人間って晴れなくないですか、気分が。こんな感じなんだって、でわーって怒ってて、でそんなすぐにケロッとね、そう思うとか役者じゃないですか、じゃないです。怒った後にすぐなんか飲食店でお昼食べるってなった時に、当然機嫌悪いんです、私はまだ。そうなんですよね。だからこう何頼むって言われても、みたいな、隣でなんかセラちゃんとかが、あ、ママこれ見てみたいな、全部回ってで、それを逆にそのちょっとオフにしたらリアルドキュメンタリーですよね、多分ね。絶対そういう面はあるはずだけど、それはなんかわざわざ出さなくていいんじゃないみたいな感じですね。でもやっぱ子供もちっちゃかったんで、そうですね、なんか手をかけられないじゃないですか、時間に余裕がないと。だから私がちょっとこう、ちょっとダメじゃないかなっていう話をしていて、でも旦那もずっとこう上の子が生まれる時から一緒にこう飼っていきたいって言ってて、そしたら急遽その日に、じゃあちょっと見に行くってなって、で見に行くだけの予定だったんですよ。でまあ見に行きました。やったらじゃあもう飼うかってなって、そう、元気なワンちゃんとか、夏っぽいワンちゃんとかもいたんですけど、ちょっと一人ポツンとなんかこう、ちょろちょろしてるワンちゃん、マイペースな。あ、でも、いや、7ヶ月とか。あ、でもそれぐらいだったんですね。そっかそっか。旦那は慣れてるので、まあ、全然こう、あれだったんですけど、私もう本当初めて見すぎて、全部だからネットで調べたりとか。そうですよ。あ、もう一緒ですか。手で揚げると食べるんですよ。お嬢ですから、今は。私はそのスプーンで全部揚げてますよ。それが癖になると、普段もくれみたいな感じになるから、それはやばいです。じゃあやっぱ自分で食べさせた方がいいことですかね、その間も。ね、でも初めの方は本当に痛くて、なんかこう動けないとかあるから、そういう時ってもかわいそうだから、揚げてたんですね。はい、でもなんかだんだんなんか、みたいな感じになってきたから、あ、ちょっと物合ってますよね、みたいな感じで。大丈夫ですか。ここから見た感じも違う色が。そうなんですよ。なんか新鮮。新鮮ですか。なんか一回すごい派手なオレンジとかピンクとかもしたいなと思って。いやだけどそれで多分一時的なんだなって思いました。間にもちょっと長かったんで大丈夫です。ありがとうございます。でもらって、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ここで撮ってるって。どっちで見てたんですか。カメラ？カメラ。カメラ。いりますか？おしまいです。いるかな。